始まりましたピープルパワー TV 今日のテーマは中国共産党崩壊習近平 vs 江沢民の行方経済崩壊で混乱激化開港集団のナンバー2暗殺内乱の場合核戦争へですまずですねえ江沢民 vs 習近平という構図なんですけれども そもそも中国共産党中央委員会総書記というのが、まあ、いわゆる中国でいうところの大統領みたいなもんですねナンバーワンということです、えー、その第3代が江沢民第4代が胡錦濤、第5代が習近平なんですが、えー、まだこの江沢民一派というのは、まあ、実は胡錦濤氏の一族も含む えー、この江沢民一派 VS 習近平という構図で、えー、中国の国内で、えー、壮絶な権力闘争を繰り広げてきましたいますまずこの前提がありますでこの習近平氏、まあ、今の国家主席ですけど虎、えー、もハエも叩くっていうスローガンを打ち上げましたちなみにハエというのが民間人虎というのが共産党幹部なんですけど これは反腐敗キャンペーンと言われていて、まあ、要はこう賄賂国家買収国家になってしまっている今の中国を、まあ、直していくという運動なんですけれども、まあ、ただあの、この習近平自身がパナマ文書に名を連ねたりしているもので、まあ、社会的正義からというよりは、まあ、要するに権力闘争ですね。 最近話題になっているですね、ブンキさんという人がいましてこの彼は、えーまあ、YouTube で,です、ね、いろんなことを暴露していってるんですけれども、えー、もともと中国の資産家大富豪で今は米国に亡命していますでその彼が、まあ、いろんな情報発信をしているんですけれども例えば2018年12月9日という彼の生インタビューという YouTube、えー、まだ YouTube にあの動画残ってます でいろんな動画出してますのでえ興味のある方は是非見てください。でその彼が言っていることというのはですね、えー、江沢民一族が中国のすべてを牛耳っているで、まあ、皇家ですけれども、まあ、皇家のこの皇子征さん皇、えー、これ読めないのすいません、えー他えー、まあ今江沢民氏が既得状態にはあるんですけれども 後一族というのがさまざ、あ、まな中国の利権をまだ抑えているということを言っています、えー、でこの各氏は例えば、えー、239名が死亡したマレーシア航空370便事件に関して、えー、江沢民派が墜落させたとか、まあ、そういうことを言っています真相はわかりませんがただそういうことをしかねない人たちだということですね これ前の中国経済崩壊の動画であの名前が出てきた江宗諸氏なんですけれどもあの先ほどの郭文岐さんみたいに、えー、本来であればそんなこと言ったら殺されます格、まあ、さんは亡命し、まあ、まさに殺されるかもしれないということで亡命したんですが、えー、この江宗祖教授、まあ、いろんな人が今中国の内情が非常に危ないということを、えー、公然と言うようになってしまっています この先生が言っているのは中国の総負債は9700兆円ぐらいありそれは GDP の7倍以上ですと、えー、独自の試算では GDP はもうマイナス成長になっている非実体経済に基づいているつまり中国の経済は内情を伴っていないレバレッジに頼っているマネーゲームに溺れて大変危険な状況にあるということをはっきり言っています。 であのこのピープルパワー TV でもシャドーバンキング爆発中国経済崩壊という動画を出していますので、えー、興味があってまだ見られてない方はぜひ見てくださいでこの各分文貴さんの、えー、暴露の続きなんですけれども、えー、彼が言っていることファーウェイ北方,、えー、北方工業集団、えー、堀集団平安集団 アリババ、えー、ビシン、これは会社としてはテンセントですね、えー、新興石油、中心、やす買いなんだろう、海安、医、え、師、ー、この企業たちは、光沢民派の軍事企業であって、幹部は軍籍を持つスパイです。えー、この産業スパイも含むスパイです。とはっきり言っています。おそらく、 事実だと思いますでこの中で最近世界を大きく騒がしたのはファーウェイえなんとなくあの名前がよく出てくる中国企業ファーウェイの CFO の毛曼衆さんというこれ女性なんですけれども彼女がカナダで逮捕されたその逮捕された彼女を、えー、の身柄を確保するのに中国政府はものすごい、まあ、あの政治的なリソースを使って彼女を助け出したという一連の事件がありました。 えこれ長くなりますのでもしかすると次の動画とかでもう少し深掘りするかもしれませんでえー、長州城さんでしたかねえっ、ー、と千人計画という計画があるんですがスタンフォード大学の教授の長先生暗殺されたんじゃないかと言われています、えー、この千人計画というのは、えー、中国に、まあ、世界中から極めて優秀な人を集めて育成していこう 技術者とかエリートを育成しようというあの計画なんですけれども、まあ、その計画自体がスパイ育成養成計画になっているんじゃないかということで米国の FBI とかが専任計画自体を調査していたりする状況にあります、えー、米中新冷戦という言葉がもうはっきりとメディア市場を賑わせるようになっていて えー、そもそも米中で今、えー、貿易戦争を超えた軍事レベルでの摩擦が始まっています。で、この中国がやっている専任計画、さっきも言った通り、FBI が捜査をしていると、だってこれ、産業スパイも含む、えー、スパイ行為、スパイ工作を行うプログラムだと、えー、もはやみんなにばれています。で、米国は、えー、ファーウェイの製品を排除する。 まあ、特に、えー、国の機関部に使っているものは絶対にもうなくしていくということははっきり言いましたでファイブ・アイズという、えー、米国を中心にした、えー、イギリスカナダ、えー、っとニュージーランドもう一国があったかな、えー、の諜報部隊つまりスパイ部隊の、えー、各国協定があるんですけれどもファイブ・アイズに呼びかけて、えー、ファーウェイの危機器を全部排除するようにという。 命命令を命令ををというかか呼びかけを米国は出しましたえた、ー、ドイツはちなみにファイブ・アイズではないんですが欧州全体にもファーウェイをやめるべきっていうことをアメリカは言ったんですが、えー、ドイツはファーウェイやめませんということを今言っていますでそれに便乗してイギリスもいやファーウェイやめませんという話をし始めていてちなみにイギリスっていうのはさっき言ったファイブ・アイズのメンバーで、まあ、そもそもアメリカっていう国はイギリス人が作っ 国でまあ、独立はしましたが元々の流れでいうとイギリスですから、えー、アメリカとイギリスっていうのは未だに強いつながりがあるでそのイギリスがん、まあ、あのファーウェイを使わないって言ってることに関してはちょっといろんな複雑な事情がありそうなんですがでも要するにこれ単なる産業レベルでの問題じゃなくて要するにファーウェイ機器を入れていたらファーウェイが持っているスパイプログラムが 米国の情報を中国に横流ししているというふうにはっきりと米軍は言っていますそういう状態にあるのが米中新冷戦ですで習近平 vs 江沢民派の中国の中での流れなんですけれども、えー、まあずっとくすぶっているというか、あのー、激しい戦いが繰り広げられてきたんですが近年でいうと2018年の 北大河会議というこれは中国のビルダーバーグ会議と言われる会議で中国のトップエリートたちばっかりが集まって今後の方針を話し合う会議だそうなんですがここで習近平の個人周派主義がひどすぎるという大批判が持ち上がっていますこれはおそらく江沢民派の政治的な攻撃なんだろうと思いますいまだに続いていてとにかく習近平を やめさせようもっと力を下げようというものすごい力が働いています少し前の話なんですが2015年に天津爆発事故というのがありました多分テレビでも皆さん見られたと思いますものすごい爆発事故でしたでこの天津爆発事故自身が光沢民派のテロではないかという説を唱える人たちが、えー、かなり多くいました 真相は明らかになっていませんが、まあ、ただの陰謀論というよりはえ国際的なジャーナリストの人たちも、えー、その政治的な摩擦が、えー、天津爆発事故に大きな影響を与えただろうみたいなことはたくさん書いていましたでそんなこんなの中でですね、えー、最近大きく話題になったのがもう一つ「えー、開港集団のナンバー2ー王ケさん暗殺」という話があったんですが。 この開口集団というのは、まあ、中国版のソフトバンク、まあ、それよりもっと上位のというか、えー、とにかく多額の資金を中国共産党から集めて世界中に投資しまくった、えー、新興財閥ですねコングロマリットでこの開口集団はなんとドイツ銀行の筆頭株主だったことがあるんです筆頭株主ですよあのドイツ銀行が株価が崩れてた 頃ではあるんですけれどもそれはまあある意味ドイツ銀行を中国が助けてたというふうに見るべきなんだと思います。で、えー、冒頭から出てきている亡命した各文岐士が暴露したことに、えー、習近平の右腕である王岐山のマネーロンダリング担当だったのがこの開口集団ナンバー2の王権で。 中国共産党から開港集団に莫大な資金が流れまくっていてマネーロンダリングをしてそれをポケットに入れたりさまざまな他の事業他の工作に使っていたということを暴露しちゃいましたでそのスキャンダルがまうほに大きく世界中で騒がれたことで資金が止まり開口集団は今潰れかけています でこのマネーロンダリングになんとドイツ銀行が絡んでいたという話を、えーまあ、核分岐さんはしています、えー、このドイツ銀行のマネーロンダリング事件を話し出すと長いしまた別番組でやると思うんですが数十兆円を超えるマネーロンダリングをドイツ銀行ダンスケ銀行たちがやっていたということ、えー、まだこの問題は解決してません。 ドイツ銀行の財務状況がやばいということだけじゃなくマネーロンダリングによって世界中から、えー、法律的に追及され、ま、金融市場から撤退せざるを得ないことになる可能性がまだ残っていますでこの世界の汚職っていうのはなんかもはや本当につながっているしつながっている汚職がばれ始めています、えー、たまたま ドイツ銀行が開口集団に関与していていたまたまドイツ銀行はロッシャイルド財閥だってたまたま金庫番の王権が口封じで暗殺されたりしてみたいなたまたまが重なっていてでもライブドア事件の時も同じだったんですね、えー、ライブドアの金庫番だった人名前忘れちゃいましたけど死にましたね、まあ、巨大なだけで人間やってることは一緒なんです 悪いことをして場合によってはトカゲの尻尾切りで失脚したり、えー、本当に危ない場合は死ぬ人が出るとで、この中国の中での情報公開がうまくいってないつまり統計嘘をついてるんじゃないかという話の中でですね、えー、李克強指数、李克強さんという人がいるんですけど ちなみに李克強さんは中国のナンバー2です相当偉い人なんですけどその中国のナンバー2が言うにこれはウィキリークスが暴露したもので、まあ、本当であるだろうと世の中のみんなが言っている、えー、話で米国大使に語ったのが「えー、遼寧省の GDP 成長率など信頼できません私は省の経済状況を見るため省内の鉄道貨物輸送量銀行融資残高 電力消費の推移を見ていますとはっきり言っていて政府や省が出している統計は信用できまませせんん私も信用してませんということをはっきり言いましたでこの3つの指標をもとに作ったのが「利国境指数」という数字があるんですが近年経済アナリストとか専門家の中でい、まあ、未だに使われている指標でこの利国境指数でいうと近年中国経済は発展していません。 中国共産党が出す GDP 成長という数字はいまだに出てきますが若干鈍ったとはいええー、成長してますとプロパガンダは打たれていますが利、えー、国強指数で見ると中国経済は発展していないとでこの利国強指数の中に銀行融資残高というのが入っているつまり金融レベルで回っていませんということなんです。 この経済が回ってないことに関してですね今、中国国内でデモや暴動というのが増えているという報道がたくさん出てましてその中に気になるのがですね退役軍人デモというのがあるんですけれどもこれ、中国経済が崩壊して失業者がどんどん増えてますから、まあ、その人たちの不満でデモとか暴動が増えてるんですけれどもこの退役軍人の人たちがデモをし始めていると。なんかちょっとあの 危なない雰囲気があるなとでこれ臨界点を超えると暴動とか革命的な雰囲気になるだろうと、まあ、前から言われていますもともと中国ってそんなに長い歴史じゃないですよねえー、まあ100年弱革命によって作られた国ですからもともと割と革命が好きというかあの、まあ、王朝がどんどん変わられる国家なのでこれ別に中国全体がまた革命みたいになっても おかしくはないですねで共産党内部では多分暴露合戦が今後も続くでしょう第2第3第4の各文岐さんが現れて、まあ、亡命するかしないかは別にしてこんなにひどいことが行われているいたそういう情報が噴出し始めるのではないかと思われますで中国はですね まあ軍が大きく言うと5つに分かれています。ちなみに2 0 1 7年7つに分かれていましたが、今は5つになっています。で、この軍区が、戦区が、場合によってはクーデターを起こして分裂するんではないか、という見方を、あの割と中国に詳しい人たちはずっとしてきていますし、実際にあるんではないかと僕も思います。でちなみに、 この軍区の中でいうと信用軍区か信用軍区というところがこの今は北部戦区の中に入ってるんですけれども中国最強の軍だと言われていてこういうところ、まあ、基本的には全戦区が核を保有していますつまり内乱やクーデターっていうのは即核戦争になる可能性があるこういう国っていうのは世界でも 珍しいといとうか、他国はこれはている。で、まあ、前回の動画で割と「中国経済崩壊しません」みたいなコメントをいただきましたあの右翼の皆さんに、まあ、言いたいことがあるのですがというか、えー、中国経済もし崩壊した場合 軍が武器を横流ししたり、武装難民が日本に上陸してきたりする可能性があります。この話ってもともとは北朝鮮が崩壊したら武装難民が日本に上がってくるって言ってた軍事アナリストがいるんですけど、北朝鮮はむしろあのソフトランディングする可能性が今見えてきていますが、中国はハードランディングする可能性があると思います。これは別に中国の人たちを批判しているわけじゃないんですが、もしそういうことになったらですね、えー、日本、 沿岸にですね、武装した人たち難民が押し寄せてくる可能性が本当にあるんですね。これ自衛隊と連携して日本沿岸警備を抜本的に見直す必要があると思うんです。あのまあ、軍事ということを考えるときにですね、まあ、現実的にはこういうあたりから冷静に、えー、まあ、みんなでどうしていこうというのをまあ、民衆含めて考え始める時期じゃないでしょうかと思います。 それはトランプのメキシコ国境壁と同じような話なのでこういうことには、えー、普段軍事的なことにあんまり興味がないような人も自分の仕事のことだったし生活が本当に脅かされるということであった場合は興味を持ってくれる人が増えるのでそういうことを考えたらいいんじゃないかと思っておりりまます機会があれば一緒にやりませんかと思っております。 でまあ、このスライドで最後なんですけれどもまあまあそういういろんな危ない中国共産党崩壊みたいな話を知ってきているんですが、まあ、崩壊する可能性極めて高いと思うんですが、えー、世界貴族の皆さん的な視点で見ると、まあ、まさに視点って書いてるのはそこの図の,あのドル紙幣に書いてる、まあ、こういう感じですかね、えーまあ、中国閣内乱も考えるという話、まあ、そういう小的な演出を する資本本家たちがいいいそうだなとと当に怖いと思っています習近平 vs 江沢民というのも、まあ、ある意味でのショーで米中新冷戦というある意味でのショーをやっていてでもショーってそれはあくまで闘牛なので闘牛場にはオーナーがいて闘牛場のオーナーは無傷なんですね。これ正直米中であっても 習近平、江沢民であっっっっててもどっちが勝ったってこの世界貴族的なな皆さんは全く困らないというか、まあそういう構造に残念ながらまだなっているしうまく持ち込んできたと。えー、令和の時代はまさにニューワールドオーダーとの戦いではないかと思います。えー、令和の霊というこの霊となんかここのドル紙幣のこの目がなんか似ているという <laughs> 噂があったりするんですけど、なんか まあ答えてくれるかどうかわからないんですけど一回なんかアメリカ大使館とかにこう聞いてみたいんですよねこれドル紙幣に書いてるこのマークってこれ公式的にはどういうマークだという趣旨になってるんですかとなんか普通こんなマークしますピラミッドの上に目があってみたいなしかもこれポイントがあるらしくて目が浮いてるんですよあの繋がってないつまり天竜人と天井人と 俺たちはアンタッチャブルで絶対にこのオーダーは変わらないんだという願掛けなんじゃないかと言われてるんですけどまあでも実際そんなことはなくてあの世界貴族の皆さんがあの遊びほうけてられるのは民衆が必死で働いて、えー、それが搾取で回ってるだけですからあの民衆が本当に気付いて手離したらあなたたち落ちるしかないんですからあの浮いているなんてことありませんからねこれ重力ありますからね。 あのそういう浮ついたことはそろそろやめて、えー、民と一緒にもう一回地球を作り直しませんかノブリス・オブリージュ貴族には責任があります一緒にもう一回考え直しましょう、えー、まあそういうことで「PeoplePowerTV」としては、えーまあ、令和の時代まさにニューアールドオーダーとの戦いを引き続きやっていこうと思います 何だってできるのさピープルパワーでキミのキャラテイダウル o フウヤイパビロンシスタウルテウルテフウヤイナキ愛ダウルキの,の空気は今神のキセダ